どうもです。K-14 練習対戦研究実況プレイの28回だと思います。今回はバイスですね。はい。これでよりチームは終わりか。はい。バイスはね、最初使おうかと思って、だけど結局全然使わずに来ちゃいましたね。今も全然触ってなかったんですけど、これ13でもね、最初バイス使ってたんですよね。で、あんま面白くないなっつってやめたんですけどま正直ね、13とそんな変わってないんですよね、今回のバイスって。なんかグラフィックのアップデートですげえテカテカになったんですよね、いろんなところが服もそうだけど、なんか髪の色とかもすげえ明るくなってデカデカなんですけど、はい、多分そんな13と変わってないキャラだと思うんですよね。まあちょっと見ていきましょう。あ、違う、バス、ダイス、あのダッシュはクソ速いですね。バイス、マチュアと同じで最速ダッシュですね。はい、まあ、投げキャラでダッシュ速いっていうのは前強いところですね。投げからか、マチャと一緒だね。D 投げはこれも一緒。13の投げどんなだったっけな、ちょっと忘れちゃったな。なんかできるこれ、わからんな。で、特殊技がモンストロシティだっけ。モンストロシティ、まあ、そこそこに位置ある中段ですね。ここは強いっすね。バイス発動ダッシュがすげえ速いんで、余裕で密着強パンが入りますね。無攻撃。ちなみに、バイスの強攻撃、強パン70はまあ他のキャラと一緒なんですけど、強キックも70なんですよね。これは理由はよくわからないです。ダイヤ足は80です。なので、バイスはまあ、別にどっち使ってもいいんだけど、まあ、発生の速さと、軸の位置が多分シャガ強パンがいいんじゃないかと。大足前強パンは結構離れるんですよね。シャガ強パン前の方がつながりやすいと思います。まあまあ、なのでこれがベストかなと思うんですけど、どうでしょうね。これは4発からつながるはずなんで、ちょっと遅いか。あ、こんな感じで。まあ、4発から無理に行く必要はないんで、3発ぐらいからだなってすると思いますんで。で、D サイド。まあ、必殺技の構成も13と一緒ですね。D サイドは、それで当たると、引き寄せると。ダメージはなし。ここからは、駒投げが繋がります。通常技とかは、まあ、繋がらない。駒投げ繋がるってことは、まあ、1フレ、2フレ有利とかそういう、あれなのかな。ウィルパにして、これ結構ね、当たりやすいんでね、今回。D サイド、ジャック強いと思います、結構。立ち回りで、牽制とかに合わせて。飛びたいところとかにね。という、という感じ。飛ぼうとしたところに結構引っかかりますね。中距離置いとくと。ガードしても何も入らないしね。で、弱強の違いなんだけど、まあ、リーチが強の方が長いんだけど、まあ、強を使うことはほぼないんじゃないですかね。弱も別にコンボには使わないですね。あの、補正乗ってダメージ下がるだけなんで、別に使わないとは思うけど。うん。まあまあ、使わないですね。立ち回りで弱を振るぐらい、強は、まあ、使わないんじゃないですかね。強当てても別に、通常技は何も入んないし。で、EX は、諦めな。これは当たると、まあ、強攻撃確定です。大したほうが結構余裕でいろいろ入ってます。まあ、まあ、さっきと同じで、強盤前がいいと思います。アッパー前。バイスのアッパークソ強なんで、これ。すごいと思うんで、判定。これ、相当いいアッパーなんで。
下の発生も早いし上の発生もまあ早いですね。相当な強さだと思います。まあ横にはそんなでもないと思うけど、エクリーミノとか、まあ、アパレとか、まあまあこういう感じ、このぐらいの、これはさすがに無理か、このぐらいは割れると。うんうん。で EXD サイドね、これは13と一緒で何でも判定ですですね。今回台足のなんか吹っ飛び方が前までと違って、サーティンまでと違うんでね、これがつながりやすいんですよね。こんな感じで空中ヒットの相手にも同じような感じで掴めると。まあ、台足 D サイドしかもダメージも80だからね、これは使いやすいところですね。で EXD サイドはどうすっか、あとですか、コンボはあれ、こっから入ったっけ、これ入んないよな、浮かせてからですね。やっぱ浮かせてダイヤシー EXD サイドからコンボ継続っていう感じですね、まあ、使い方は。あとはまあアッパータイクが強いんだけど、ダイヤシーアッパータイクからだとね、ちょっとねそのこれ当てて発動って、あ終わりの方って発動できないのか、そういうこと、根元しか発動できない、そういうことか、なるほど。で対空使うのは、対空発動使うのは大ケース、これマチュアと一緒で強いですよ、ね、でこれですね、これが確定ですね、するんで、これは大発動は強いです。まあ、こう動いてねっていう感じですね。ダメージも結構高いです。うん、先方でもそこそこ減らせますね。これもサティンと一緒なんですけどね。あ、そうですね、あ、いいか、T サイドはそれだけでいいや。次ゴアフェスト、これコマ投げ、ワンフレ投げ、楽しいね。バイスも声優変わってますけど、そんなに違和感はないというか、やっぱ似てる声優ですね。うん、ヤガミチーム全員変わってるけど声優違和感はないですね。でゴアフェストはまあこっからあの確定コンボとして1個使う、まあ、111そんな減らないんですけど、それか、まあ、単純にガードの崩しに使う透かし投げとか、その後のは攻めは今の感じでいいのかな。通常ジャンプのジャンプが先というっぽいね。うん、斜め上入れっぱしといて、多分詐欺飛びだと思うんだけど、発生早いのダメかな、わかんないな。まあ、もしくはなんかいいのないかな。13だと前転で前後見づらいのができたんだけど、あ、今の感じでいいんじゃないですかね。探り探りでやってますけど、中ジャンプ前転で持って歩いて前転とかできるかな。今裏だな、これは見づらいですね。いいんじゃないですかね。うん、一瞬歩くと裏、一瞬歩くと裏になる。完全に探り探りでやってるけど、はい。で EX ゴアフェストはまあリーチが長くてダメージが上がるんですけど、でその後の有利フレがだいぶ伸びるんですよね。こっからはねそんなよくわからんす。長兵で追撃できるぐらいで、あとはあんまよくわかんないんだよな。先取りのリシピとかもわかんないです。別に他の技で追撃ができないんですよね。
ワインです。消費だけです。EX実際とか入んないよな。入んないよね。まあ、あんま使わないんじゃないですかね。で、スプラッシュ。スプラッシュ。これはね、まあ、トンベツカム系の投げの中でもかなり優秀な方でね。アサルトラプターと違ってしゃがみにも入る。なぜか。まあ、アサルトラプターよりダメージが低いなんて、だいぶ70だからな。まあ、スパキャン調理はできるんですけど。ビビってんじゃないよ。まあ、単純に奇襲に使うか、通常版はね。まあ、飛び道具、飛び越えるとか、いう使い方か。ちなみにこれ飛んでる時にスパキャン調理可能ですね。当たってからもできるけど。飛んでる途中でもスパキャン可能ですね。で、EX フラッシュは、横に飛んでいく。ダメージは150。これは無敵がちょっとある。まあ、ちょっとある。これ13の時はもっとがっつりあったと思うんだけど、13よりはね、こんな感じで、終わり際というか、飛んでからは無敵ないです。飛ぶ前だけで無敵あるのは。なので、まあ、重ねはかわせるけど、遅めに重ねられたらダメって感じで。13ほどではないですね。敵は。まあでも十分使える方だと思いますけど。というか、まあ EX なんでパナシとかやっぱりあんま使い道ないですけど、あんまないですけどね。パナシはゴアフェストの方がいいと思いますけど。で、次、メイヘム。メイヘム。おなじみのタックル。弱が60で、強が90。まあできれば強は出たい。弱は、まあ、5番、ここは、コアコアコパから入る。で、まあ、追撃が、メイヘムスプラッシュ。まあ、必殺のスプラッシュと、派生のスプラッシュはコマンドが違うんですけど、波動ですね。まあ、これ基本ですね。下段から。で、今日、メイヘムはまあ、前からとかが入りますね。まあ、いけるときは今日の方がいいですよね。ダメージ。だいぶ違うんで。で、なんか全体フレームは弱強全く一緒っぽいんだよな。ちょっとわかんないですけど。なんか、さっきやった感じ。ちょっと、先飛びのレシピないかなと思って、こういうのやってたんだけど。なんかフレーム全く一緒っぽく見えるんだよな。わからん。まあ、どうでもいいです、そこは。で、EX メイヘムなんですけど、EX メイヘムが前作では、13では超無敵タックルだったんですけど、今作は無敵削除ですね。全くなし。全く無敵なしなので、完全コンボ用になりましたね。前作は超無敵メイヘムと超無敵スプラッシュの謎の二択があって、置き攻め超しづらかったんですけども、置き攻め垂直ジャンプとかね。バックジャンプとか、バイス戦ではよくやったと思うんですけど、今回はまあ、そこまでしなくていい。普通に小ジャンプ攻撃重ねたりすればいいと思うところですね。で、まあちょっと守りは弱くなったんだけど、攻めは相変わらず強い。EX メイヘムは、まあ、まず普通に浮かせたタックルで浮いたところに追撃が可能。というか、まあ、それがメインの使い道ですね。EX メイヘム派生は、まあ、まあ、使わないです。使わないです。EX メイヘム浮いたところからは、まあ、まず一つは、EX メイヘム、弱メイヘム派生。これ一番最後、締めに使うのはこれですね。で、まだゲージが残っている場合は、発動ゲージが残っている場合は、こういって、ここにダイヤシ、D サイド、からコンボって感じですね。まあ、こういって、ダイヤシー EX デザイド、強攻撃前へ、から、なんだろう、残りゲージに、要残りゲージを見て相談って感じですね。要相談って感じで。ちょっと離れるところなんか。ゲージがないと思ったら、まあ、ゴアフェスト。
ガフェスト、今のは385だっけ。これよりは多分、あ、これしかないのか。どっちが減ったのか。まあ今のはアニマルでいいのかな。まあ先方バイスはねあんまないと思うんで、先方バイスはそんなないと思うんで、こういってあでも足りなくなるな。対象バイス、やっぱ対象バイスだよな。これだよな。475。まあ13もそうだけど、バイスはやっぱ対象キャラじゃないですかね。みたいなとこで、ひさざは終わりで、消費ネガティブゲイン。これがね、前々から、あんま注目されてないけど、投げ前すごいぞっていうのを前々から言ってるんですけど、届くんですよね。ノーマル版で。ノーマル版でこの前はね、しかも後ろに下がるんですよ。これ垂直ジャンプとかで投げ読んで垂直ジャンプとかすると何も入らないことがあって、ちょっとひでえはなるんですよ。それネガティブゲイン読んだら前ジャンですね。みたいな感じで何も入らないことがある。まあ、小ジャンプなら大丈夫だろうけど。まあ、投げ前とりあえず広いっすね。ここから届く。すごいよな。マックスバーもっとすごいんですよね。この辺かな。さすがにこれ届かない。この辺かな。これ吸えるんですよね。すんごい間合いなんですよ、これ。まあ、ダッシュクソ早いんで、そこまで投げ前広くなくても十分吸いに行けるんですけど、恐ろしい間合いをしてるんで、これとかにしといて、なんだっけ、なんかシャガー教官？違うな、間違えた。シャガキョパン、どうだっけ。なんかやったんだよな。難しいな。ダイヤシネガティブゲインだっけな。あら、今のか。開幕の位置からなんか相手が技振ってたら吸えるみたいなことはね、まああるんですけど、まあ別にそこは実用性はないんで、そのぐらい吸えますっていうだけなんですけど、まあ、とにかく超前は広いですね。これもまあ一振れなんで、こっから入ります。マックスバンでもどっちでも。マックスネガティブゲインは確かダメージが10上がったんですよね、前のバージョンから。10か忘れたけど、10ぐらい上がってるはず。10か20か。はい。次。オーバーキル。特殊なコマンドのね、13と一緒ですけど、ブレイクスパイラルコマンドの空中投げ。出ない。あれ。あれ、これバックジャックか。あ、出るな。慣れないと出しづらい。どこが抜けてる、これコマンド。あ、左下が入ってない。なんか最近俺バケコンの不調かわからんけど、左下が抜けることが結構あるんだよな。なんか左下が抜けることがよくあって、大丈夫かな。まあまあまあ。これは、まあ何でも安定なんでね、まずね。あら？右上が抜けてるか。ちゃんと、回してない。
この手前がちょっとあんま広くないですね。入るはず、入りますね。うん、でまあどこでメインで、メインはスプラッシュからの追撃ですね。これもしくは単発から、うん、まあダメージを伸ばすときに使う。安かったんだ、まあ、A が抜けたけど、こんな感じで2ゲージコンボ。こうか、560、まあそこそこ減ってますね。そこそこっていうか普通にだいぶ減ってますね。じゃあここからもいける。はい、対空とかで使うのはやめた方がいいですね。普通に、まあ普通にコンボ用だと思います。マックス版も同じ使い方ですね。でさっき言ったこうスプラッシュ飛んでる時にスパキャン出せるんですけど、これね、こうか、俺のやり方は覇王昇降拳で飛んでそのまま回して下、安定しないです。これ何の意味があるかっていうと、あのね、 EX ゴアフェストからつながるんですよね。これね、あの画面端なら普通に飛んでていくオーバーキルができるんですけど、早すぎた、ってのができるんですけど、中央だと、中央だとそれだとまあ無理なんですよね。てか全然出ない、ね、中央だとまあ無理なんですけど、スプラッシュからキャンを使うとできるっていう。一発でいった、こんな感じで、まあネタみたいなもんですね。そもそも EX ゴアフェストを当てるところがそんなないんで、っていうぐらいですか。はい、でクライマックスのオブスキュラ、これは完全新技の、ヨガニカ 1P なんですけど、対空投げなんですよね。聞かせておくれよ、ピョーンと飛んでいく。発生はくっそ早いですね。これくっそ早いっす。今ぐらいの距離で確定、まあ、ウルフォー あのメガトンプレスぐらい速いですね。もっと速いかもしれない、サンダーホークぐらい速いかもしれない、まあ、ウルフォーやってないとわからんでしょうけど、メガトンプレスこの辺からね入ったからね、さすがにそれほどではなかった。はい、でそんな見る機会ない技だとは思うんですけど、一応メイヘムスパキャンとか、あとはネガティブゲインから、これねタイミングがちょっと難しいんですよね。あと方向逆になりますんで、ここか、最後の一発が当たる直前なんですよね。ちょっとね難しいです。これこうか、まあ、ボタンちょっと長めに押して先行入力でやらないと、まあ、ほぼ出ないですね。難しいです。口、あのレバーぐるぐる回しても多分全然出ないと思う。出ないですよこれが。なかなかちゃんと回して長押しでやらないと多分出ないですこれは。はい、そんなとこですか。でじゃあバイスの立ち回りとかですけど、まあ、なかなかバイスと対戦する機会がなくてあんまりよく分かってないんですけど、まあ、13のバイスの経験でいうと、やっぱりジャンプ打った人はまず空対空で強いですね。ただ13みたいにいきなりここから EXT サイドは出ないので、まあ、とりあえず距離を詰めるのか、壊しこれか、もしくは発動、集団発動とかするのか、もしくは生発動して立ち回るのもありかもしれないですね。対象なら、対象ならこれができるんで、
559減るね、減りますね。ただまあ強い技はいっぱいあると思うんで、これ一ゲージコモだもんな、減るよな。まあまあやっぱバイスは大将だと思うね。あと強い技はまあ大敬礼対空発動か、射撃パーバレー毎回これ入れとくとか、あとは13のバイスはどうだったかな。13のバイスはもうジャンプぶっ飛ばし D サイドのイメージしかないんですけど、シャガー教官が13と比べるとめちゃ強くなったと思うんだよね。壊しの性能もいいよね。タチコはタックルはできないんですけど、今回は、まあ、シャガーコパがいいんでそんなところかな。個人的にはやっぱりこのダッシュ投げを使っていきたいんですけど、リスクあるよね。ここからなんかないか。重なってない。まあちょっと分かりませんが、多分こういう投げキャラは、ね、ダウンか一人の技が多いから、あのセットプレーがいっぱいあると思うんですよね、調べれば。今の単純にちょっと歩いて表裏たくっていうのができるからね。こっちも密着になっちゃダメだな。難しい、何がよくわからない。結構あれだな、引き寄せるなこれ。結構距離運びますね。あ、遅いな。うん、まあ、ちょい歩き前転。まあ、さっきのここからのこれは良さそうだけどね。あれなんだっけ、これか、どうやったっけ、忘れちゃったあれなんかこうさっきこんなだったよね。こんなだっけ、こんなだったような気がする。うん、なんかこれはいいような気がするが、どうなんだろうな。ちょっとうまい倍数一回見てみたいな。分かりません、分かりませんね。うん、まあというわけで、ちょっと前に対戦会の動画を上げたばっかりですけども、次また対戦の動画を社長ガンイルバイスというチームで撮るので、どうだろうな、まあ、ガンイル先方でゲージ貯めて、社長がなんか適当にゲージ入って対象バイスで頑張ってもらうみたいなチーム構成ですかね。うん、まあ、またちょっと次回頑張りましょう。はい、 D サイドな、 D サイドの立ち回りだな今回。結構たまに見るバイスは中距離で T サイドをうまく使って飛んできたら台形で落としてとか、そこだな。はい、その辺頑張ります。適当にわかんないですけど。はい、じゃあお疲れさんでした。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。失礼します。